はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。マスターデュエル評論家のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんは、冤罪逮捕という言葉ご存知でしょうか？これ、まあ、どういう意味かと言いますと、まあ、罪を犯していない、無罪なのに、まあ、有罪だとして捕まってしまうこと。これ、冤罪逮捕と。まあ、やっていない罪を、やったことにされて、無罪なのに有罪として捕まって逮捕されてしまうことを、まあ、冤罪逮捕と。を言うんですけども、これですね、現実世界だけではなく遊戯王界にもこれ起こり得るんですよ。これどういうことかと言いますと、そのよくよく考えたら、こいつ悪くないけど、なんかあたかもこいつが悪いみたいな感じで規制かけられるモンスターとかカードってあるじゃないですか。純制限、制限カード、禁止カードになったモンスターが、え、これが悪いのみたいな、このモンスターが悪いんじゃなくねみたいなカードあるじゃないですか。これを冤罪逮捕カードと呼んでるんですけども、これ今回はマスターデュエルの制限回転、僕一旦全部見てきまして、この制限回転において生まれてしまった冤罪逮捕カード4選、これ独断と偏見により考察していこうかなと思ってます。やっていきましょう。ワクランのゴシップシャドウ。このモンスター、2022年の8月の31日に一発禁止カード指定されるモンスターとなってまして、これまあ効果はですね、レベル 3×2 で2体以上で作れるモンスターで、一旦に一度、相手がモンスターの効果発動すると、素材を2個と除いて、その効果はお互いのプレイヤーがそれぞれ1枚ドローするとなるということで、まあ、一応、まあ、ニビルケアとかウララケアとかに使われることが あったり、まあ、普通にレベル3、2体で作って立っておいても強いという感じですね。で、まあ、主にこのモンスターは2番の効果を、まあ、使われていたことが多くて禁止になったんですけども、2番の効果、このカード以外の自分のフィールドのナンバーズエクシーズモンスターの下敷きに自分とその素材のモンスターを全部入れることができると。要は下に入ることができる、まあ、全部素材にできる、自分の自分と自分以外の素材のところをナンバーズの下に全部入る。要は、まあ、素材を増やせるってことですね、ナンバーズエクシーズモンスターの。これがね、まあ、問題視されて禁止になってるんですけども、この時代に活躍していたデッキって何があるかっていうと、まあ、主に、まあ、幻影勇者とか電脳界とかブランキッズとかエルドリッチとか、まあ、そういうデッキが活躍していたんですけども、この時代、まあ、要は何に使われていたのか皆さん思い出してください。そう、このモンスターですね、ヒロイックチャンピオンロンゴミアントっていうほどゴミモンスターがいるんですけども、名前の通り、これ相手に何も遊戯をさせないっていう、ほんとうんこみたいなモンスターなんだけど、このモンスターの下にね、そのゴシップシャドウと一緒に素材を供給して、このロンゴミアントの、まあ要は4つ以上の方からね、相手がモンスターを召喚、特殊召喚できなくて、このカードが他のカードの効果を受けないっていう、この、まあ、超クソウザ体制、これを成立させるための、まあ一役を担っていたというモンスターになってます。これね、ランク3とランク4を作るのがその幻影勇者とかっていうデッキは得意で、まあ、ロンゴミアント成立の成功率って結構高かったんですよね。まあ、展開全部通れば、まあ、ほぼ成功するみたいな感じのデッキだったんですよね。このデッキのギミックで本当に最悪なのは、まあ、皆さん何ですか？これゴシップシャドウなんですかね。もちろんゴシップシャドウもその素材を供給するっていう意味では強いんですけど、結局それやっぱ悪いのはその相手に遊戯王をさせないロンゴミアントとかいうモンスターの性能だと思いません？これゴシップシャドウが犯人かと言われるとかなり怪しいと僕は思っていて、まあ、実行犯はそのロンゴミアントだと思うんですよね。ゴシップシャドウはその犯罪に利用されていただけだと僕は思うわけですよ。皆さんこれどう思いますか？まあ、現にね、現代マスター、デュエルの、まあ、制限改定ではロンゴミアントの方が一応禁止になっていまして、これはい、これ禁止になっていて、でこのゴシップシャドウは別に3枚使っていいですよっていう状態になってるんですよ。まあ、なんならそのベイゴマックスの制限解除とかもあってゴシップシャドウなんか簡単に出せるようになってるんだけど、まあ、ほぼ使ってる人見ないしね今。まあ、一応一番の効果まあまあ強くて、ニビルとかウララケアできるからまあまあ強いんだけど、まあ、だからといって使ってる人あんまりいないんだよね。だからこのモンスターの逮捕が、まあ、いかにあんまり意味なしてなかったかっていうのがよくわかるなと思うんだよね。はい、運営に多分ロンゴミアントのファンがいて、
まあ、ロンゴミアントで相手に遊戯王をさせないことに快感を覚えてるやつがいるから多分だからロンゴミアントじゃなくて一旦こっちが禁止だったんじゃないかなって思ったんですはい、どうでしょう。沼地のマシンを、これね2023年の5月の1日に無制限カードから、まあ、一気に制限カードに指定されることになるんですけど、まあ、誰のせいかっていう話ですよね。これは完全にティアラメンツっていう宇宙最強デッキの、まあ、せいなんじゃないかなと言われているんですけども、ティアラメンツっていうのがね、まあ、遊戯王史上最強と言われているテーマで、まあ、墓地にいっぱいカードを叩き落とすことでその墓地のカードの効果を使って戦うっていう融合軸のテーマになってるんですけど、まあ、OCG ではねティアラメンツキトカロスっていうこのモンスターですね、これが禁止カードになってるんですね。マスターデュエルでは今制限カードとしてあの生きているんですけど、マスターデュエルじゃなくて OCG ではキトカロスが禁止になっていて、キトカロスを使って要は融合召喚をすることができないんですね。ティアラメンツデッキっていうのはキトカロスを成立させることがやっぱり一番強い動きだと思ってるんですけど、これができないとなるとキトカロスの代用としてその沼地のマシン王とか、沼地の魔獣王とかが採用されていて、まあ、そういうモンスターを使って、まあ、ティアラメンツ融合モンスターとか、まあ、あと、グラファーとか南国海のねそういうのも出していくっていう、まあ、構築が多いんですけど OCG の方ではね。ただ沼地の採用ってかなり難しくて、その要は沼地だけ引いても別に回らないんですよ。ティアラメンツデッキって沼地のマシン王で、まあ、あのまあ、手札からぶん投げて融合持ってこれるけど、融合さえなかったら融合できないし、まあ、一応水族なんで、あのティアラメンツモンスターを融合するために、その例えばキトカロスとかを融合していくために水族モンスターは一応使えるんだけど、まあ、あのこのモンスターをただ引いただけでは別に手数にはなんないんですよね。なんならそのティアラメンツの規制が強化された現在、でも、マサデュエルでは沼地のマシン王を採用するっていう構築が少ないですからね、現在でもね沼地の採用、まあ、これはかなり怪しい。まあ、もちろんねメリットとしてはその、誘発受けても、まあ、沼地のマシンを引いて貫通できたりとか、ティアラメンツの、まあ、無効警具だって もう強引に融合していたりとか、あとガーディアンキマラ出したりとか、まあ、もちろんメリットはあるんだけど、その結論別にこのモンスター採用しなくても勝てるよねっていう、まあ、そういうカードだと思うんですよ。そんなカードがなんで制限になっちゃったのかなっていう話なんですけど、OCG のティアラメンツデッキでもある程度採用されていて暴れていたからだと思うんですよね。だからとりあえずマスターデルでも制限にしておこうかみたいな話だと思うんですけど、こいつの存在理由とか採用理由はやっぱりキトカロスがいなくて、キトカロスの代用として、まあやっぱり入れなければ回れなかったんですよ OCG のティアラメンツデッキでは。キトカロスが禁止になって以降ね、マスターデルはキトカロスが生きてるから、なんか別に沼地のマシンをわざわざその制限にする必要ってあったのかなって思うんですよね。これもやっぱりね、実行犯は沼地のマシン王じゃなくてティアラメンツっていうぶっ壊れギミックの方だと思うし、まあやっぱり結局キトカロスだからね、ティアラメンツデッキの全てはやっぱりこっから始まるから、その結局沼地のマシン王だいぶ被害者寄りのカードなんじゃないかなと個人的には思ってます。実際2024年の3月の8日の制限改定で、まあ、この沼地のマシン王って制限解除されるんですけど、もちろんね現在のティアラメンツにもあの特段この沼地のマシンを採用されてる構築ほとんどないですし、まあ、これは冤罪と言ってもいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。これはね怪しいんだけど実際、まあ、ちょっとね、まあ、冤罪と言えるかどうかかなりギリギリなライン、テラフォーミング2023年6月8日に、制限カードから禁止カードに、指定されております。はい、これもまあ、あの原因はティアラメンツのせいだと言われていてまあ個人的にはその瞬間は冤罪寄りのカードだったのかなと思ってるんですよね。そのティアラフォーミングが禁止になった瞬間は、ティアラメンツにはですねペルレイノっていうねフィールド魔法がありまして、これですね、このカードがめちゃくちゃ強くて、でしかもこれ ペルレイノってティアラメンツネーム持ってないんですよね。だからちょっとサーチがね難しくて、だからテラフォーミングもしあの存在していれば一緒に入れて、あテラフォーミングプラスペルレイノで、まあ、フィールド魔法2枚体制にできたかなと思うんですけども、これね2023年当時特にティアラメンツがやっぱ大暴れしてたんですよね。でこの時期の制限回転は基本的にティアラメンツ中心で回ってて、そのペルレイノとかあとそのインスタントフュージョンとかこの辺のカードも全部そのティアラメンツのせいで消しになってるんだけど基本的にはまあ最近
のやっぱその現代遊戯王ではフィールド魔法がねやっぱ強い傾向にあるんだよ、めちゃくちゃ強い傾向にある。やっぱ発動時の効果処理でカードをサーチしてくるそペルレーノとか、あとクシャトリアのパライゾスとかもそうなんだけど、こういうフィールド魔法どれだこれとかね、後編のカードめちゃくちゃ強いので、まあ、フィールド魔法を簡単にサーチしてこれるという行為自体が、まあ、めちゃくちゃのパワーなんだね。パワーが高い、だからテラフォーミングもパワーが高いというところなんでね。で結局そのデッキパワーとか安定感を上げるのに大きく貢献することが多いテラフォーミングはきっとクシャトリラとかそのまあいろいろテラフォーミングが採用できるテーマが実装されるたびにやっぱりその制限改定で、まあ、第一候補に上がるカードだと思うんですよ。ギャラメンツの時点でも強かったし、その後のクシャトリラの実装とか、まあ、バン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 その新しいフィールドマフが増えるたびに規制されそうなカードの候補だと思うから、だからまあティアラメンツ時点では若干冤罪寄りのカードだと思うんですけど、やっぱ将来的にというかこのティアラメンツ以降今後実装されるカードのことを考えたら、まあ冤罪でもないかなっていうまあ一瞬冤罪なんじゃないかって思うけど、うーんいやギリ犯罪犯してんなみたいな、ああまあそのぐらいのカードなのかなっていうふうにも思って、これちょっと難しいところでしたね。残機ダイヤ、これ2023年の12月の5日ですね、に無制限から一気に制限カードに指定されるカードなんですけど、これマジでよくわかんねえ規制だなって思いました。当時はこれ残機ダイヤって、まあもちろんね残機デッキとかサイバースデッキとかで採用されることが多いカードなんですけど、これ皆さんよく考えてください。自分の残機デッキとかサイバースデッキ残機ダイヤ何枚採用してましたかって、その残機ダイヤが制限カードになる前ね。これね、まあ、もちろんね2枚3枚採用してた人もいると思うんだけど、もともと1枚しか採用してないっていう人も結構多かったカードではあったんですよ。だし基本ムーブって基本的に残機ダイヤはサーチしてきて使うモンスターだから1枚で別にいいんですよこのカード。まあもちろん破壊なされるとかそのなんか素引きが誘発貫通できるとかいろいろあるんだけど、どっちかっていうとサーチしてきてから使いたいカードだったと思うから、基本的にはね。それを制限カードにする意味って何なのかなっていうなんか意味あんのかなっていう風には思うんですよね。残機でやっぱ規制すべきカードって残機ダイヤではない。やっぱ OCG でも規制されてますけど、どう考えてもやっぱこいつが強いんですよ残機サーキュラって。やっぱちょっと遊戯をかじってればこのカードの、まあ、書いてあることやべえなって思うと思うんですけど、やっぱ召喚権を使わずに展開そのしながら残機カードをサーチできるってやっぱあまりにも強くて、このカードの存在が残機デッキ、まあ、ひいてはサイバースデッキを使用する、まあ、大きな理由になってると思うんですよね。まあもちろんダイヤも強いですよ、ダイヤも強いですけど、やっぱ結局サーキュラーからなんだよね。そのやっぱサーキュラーを3枚積みたい、残機デッキはサーキュラーにアクセスしたい、まあそういうデッキだから。だから別にサーキュラーを制限しないとその環境破壊してるとかいうわけじゃないんですけど、今現代遊戯王において今現在ね、なんですけど、仮にもし残機デッキで制限かけるとするんだったら皆さんは何にかけますかっていう話なんですよ。いやサーキュラーの方じゃねって思うんですよね遊戯をやってる人ならまずなんかダイヤでしょってならないと思うんですよ。まあサーキュラーでしょって、まあ、最初思うと思うんですけど、なんか残機ダイヤの制限改定時に、まあ、デュエリストの間で囁かれていたのはそのサーキュラーと要はダイヤのイラスト結構似てるんですよね。残機ってだいぶイラストが似てるんで全員、だからなんか運営がサーキュラーとなんか間違えてイラストをダイヤの方をかけちゃった説っていうのが唱えられてるくらい、まあまあ意味わからんあの規制で、まあ、そんなわけないだろうとは思いつつも、まあ、それもワンチャンあるんじゃねって思ってしまうほどなんかあんまり意味のない制限改定だったんじゃないかなと思ってますね。まあ、もちろんね残機ダイヤもさっき言ったようにめちゃくちゃ強いんだけど、まあ、これは割と冤罪寄りなんじゃないと俺は思ってんすけどね。皆さんどう思いますか。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、他にもね、まあ、冤罪寄りのねなんかカードはねいくつかまああるんじゃないかなと思ってはいるんですけど、まあいろいろよくよく考えた結果今回は、この4枚を、まあご紹介してみました。まあぜひね皆さんもこのモンスターは冤罪でしょみたいなモンスターがいましたらぜひねあのコメント欄に残しておいていただけるととても参考になります。もしご好評であれば
次回もやりたいと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。